どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン10、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは種村龍斗さんからのリクエスト、ありがとうございます。岩隈久志投手作っていきましょうか。久志ってちょっと言いづらい、俺だけか、それは滑舌が悪いですからね、僕自身。久志、なんかこう作業と作業って言いづらいんですよね。まあもともとこう見えててどう見えてんかわかんないけど、僕一応元演劇部でちょっとそういうのあったんで、とりあえず楽天で切っていいですかね。楽天で、そうだな、天才カード使っちゃうか。天才とね、あとじゃあヒーリングでいってみよう。天才ヒーリング。なんだかんだヒーリングをね、信用していいんじゃないでしょうか。頼むよ。いきます。初期状態、シュート多めか。まあ、でも、ああ、いいね。進化方向。ははは。まあ、とりあえずやっていきたいと思います。とりあえず、上行くべきか。上行こう。はい、急速アップで。はい。いいね。急速なかなか上がりづらかったり。でも、意外、あ、逃げ玉。よしよっしゃ。なんだかんだ言って、天才カード使うときって変化球伸びづらかったりするんですよね。あくまで経験則ですけど。なんか割と本当あるんですよ、そういうのが。なんで、ここ、ヒーリング。ヒーリング、カモン！カモン、ヒーリング！あ、くそ！一回も動かなかった。あれーっと。なんか全然、期待すぎてもダメだな。うん。だからちょっと今回はちょっと割と変化球もね、気にしながらやっていきたいと思います。まあ、といっても、気にしようがしまいが、来ないときは来ないんだけどね、変化球マスなんてもんは。はい、来い！うーっと、帰ろう！ゴール。無理。赤が多いんだったらわざわざやる必要はないでしょ、ダイレクト使って。ステージ3。これは、しょうがないのか。うい。まあ、変化球下がんなかっただけマシよ。うい。弾持ち。特殊能力なんか恵まれてますね。逃げ玉だとかいろいろちょっと。使えそうな変化球が多い。あ、いいね。宝箱行く。もうしょうがない、これは。はい。ロッキートレシャーで、はい、来いや。新請求超人ね、来たよ、天才のラッキートレジャー。そして、いいとこに回復があるんだな、これが。5。あ、待った。あー、でもダメだ。くそ。いや、これ全部急速にしようかなって迷ったんですけど、思ったんですけど、これね、カーブ方向ってあるんでやめます、これ。うん。このなんか紫マスでこれ、一気に、こう、変化球多くならないかな。で、いいえで変化球取ってゴールと。まあまあいいんじゃないか。ちょっとステージ3。ちょっと体力使ったけど。やる気だな、あとは。カードに関しては何ら問題ないというか、もうむしろいい感じなんで。あとは、どうやっ、あー、やっちまった。危ないかもしんない、これ。あ、なんとか逃げ切れなくはない。ほい。コントロールアップ。今ので俺なんかカレンさんの金縛りを期待したんだけどな。そんなやばい。こっちだ。はい。で、こういって、いやー、まぜ。ヒーリング。あ、野球マン来た。あー、でも3号か。2号か1号が良かったな、できれば。あ、でも、あ、ある。会えるな、これ。多分。ほい。ま、大丈夫ね、マップの形。よし、会える。あ、ちょっと待って。まずい。あ、最悪だ。あ、よかった。危ない。痛い、ゴール。あぶね。死にかけた、今。バカ野郎。うわー、ちょっと野球場の位置が、あ、よかった。いいとこに回復あるじゃない。8、素晴らしい。で、まずゴール向かうか。プロ入りカードとか持ってるわけでもないので、とりあえず第2種変化球。よし、かぶらなかった。高速シュート。あと、そうだな。球速もうちょっとあるだろうな。間違いなく。とりあえず最短距離でゴールまで向かっちゃって、そっから宝箱をシャッフルで近づける感じでいきますか。そうしましょう。はい。おっと、カレンさんさ、どこに、いい、怖い。ああ、危ねえ。ああ、そう、変化球さ、よー、虫パネ青。ああ、虫パネ青か、素晴らしいけど。あ、どうしよう。そしたらこれシャッフル。カレンさん来んだよ、間違っても。来やがった、最悪だ。最1、2、3。うわ、もう、なんでだよ。引き悪すぎるでしょ、これ。ちょっと待って。カレンさん、ほんとマジでどいて。そこダメ。あ、危ない。よいしょ。オッケー、回避。
新制球142キロ。あーこれちょっとカレンさん一歩動かない、じっとしててくんねえかな、少し一歩じっとしてくんねえかな。くそ、あーもうダメだもうダメだ、あーもうなんだよカレンさん位置悪すぎるって。なんかカレンさんなんかうわーもう一伸びだったな。変化球はたくさん手に入ったのよかったんですけど、どうもちょっと最近カレンさんが苦手になってきてる感があるんだよな。とりあえず先発登板、タイプで選択 OB でいるかな、岩熊いたらいいですけど、いたいた、あーそうだよな、スプリットとかスライダー全然変化球違う方向だし、これ難しい、全然できなかったな今回ちょっと。いやーだから本当になんだろう、引退超直前みたいな、そんな解釈でいいのかな。いやでも全然違うもんな。ちょっと待ってよ、最近ちょっとダメだぞ俺、カレンさんに対して下手くそになってきてる気がする。そういうのって怖いですよね。とりあえず一応完成とはしておきましょうかね。はい、バン王者です。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。さあちょっとね、南山が近づいてきたんじゃないでしょうか。南山というか普通に南山とは言わないけど不調みたいな、そんな感じ。それじゃあね、一周回していきたいと思います。次回はちょっとカレンさん対策頑張っていきましょう。ほい、1年間回してみました。やっぱりちょっとなんか決め手にかけましたね。10勝12敗、防御率が 2.97。 ちょっとやっぱりもうちょっと伸びてほしかったかな。やっぱり球速とか、あと決め球のなさでしょうね。そこがちょっと響いてしまいました。でも一応2桁勝利は果たしたといったところです。それではね、気に入っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またね、コメントリクエストする場合は、チャンネル登録を、先によろしくお願いいたします。通知の方も、チャンネル登録、表示オンっていうのがある、表示オンだったか通知オンだったか忘れましたけど、そういうのもありますんで、よろしくお願いいたします。それでは、明日の動画でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。